干潟でサッカーを行うイベントが今日鹿嶋市で開かれ、子どもたちが泥だらけになりながらプレーを楽しんでいました。鹿嶋市の干潟で開かれたこのイベントは、干潟への関心を高めてもらおうと、地元のアマチュアサッカーチームブリュー鹿嶋が開いたものです。今日は県内外の小学生から高校生およそ30人が参加。初めて干潟に触れる人も多く、泥に足を取られる姿も見られました。ガタの中でボール蹴ったりしてみて。全然蹴れません。泥にはまる。普通のサッカーよりもきつくてびっくりしました。足が土に持ってかれるので、普通に走りにくかったです。子どもたちは泥だらけになりながら干潟でのサッカーを楽しんでいました。